いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、こんにゃくパークから2019年4月、期間限定で先行発売していた、こんにゃくパーク月のうさぎ、マグロ月も大絶賛、こんにゃく。こちらご紹介したいと思います。すごいですね、これ。だし醤油ですね。簡単調理水で洗うだけというヴィーガン対応商品、こんにゃくまで、でマグロ付きも大絶賛、こんにゃくそのまま盛り付けできますというスライスタイプ、で、冷凍室で 1g で、こんにゃくのみ 100g あたりですね。で、低カロリーで 8kcal です。こんにゃくのみの 100g あたりで、だし醤油は小麦大豆を含んでおります。これも、1食あたり 30g、35kcal となっております。さあ、そしてこうやってまずよく冷やしてから袋に出し、ザルなどに移して軽く水洗いします。そして、器に盛り付け、お好みでタレに漬け込んでわさびや卵黄を乗せたユッケ風で召し上がりくださいと。で、カロリーは 8kcal、 炭水化物は 2.7g、糖質 1g、 食物繊維が 1.7g となっております。で、こんにゃくですね。あ、トマト色素使ってんだ。さあ、横デイリーフーツというふうになっております。じゃまずこれを外していきます。そうすると、なんと、まあ、マグロが出てくるというパッケージになってます。ではちょっと水洗いしていきます。さあ、戻ってきました。さあ、そして水洗いしてきました。さあ、そしてしていきたものはこういう感じです。こういう感じです。で、だし醤油、こういうふうに加工品になっております。カロリーは 35kcal、 糖質が 8.1g、 食物繊維が 0.0 です。これを石山味噌醤油カフェ司会者さんで作ってるのをこれをかけます。せっかくだし醤油もありますね、これね。ではいただきます。漬けにしてね、食うのもあってしょうし、いただきます。うん、うまい。うまい。あ、これ美味しいね。まあ、あとわさびつければ、もっとわさびっぽく。美味しい。こんにゃくにはこんにゃくですよ、うん、おいしい、うん、これあとでじっくり食べますけど、おいしい。だからこれにお好みで、あの、わさびをつけるとか、そしたらなお、うん、マグロっぽいこんにゃく、要はもうおつまみとして全然ありですよ。いいよんです。ぜひね、このマグロ付きの大絶賛のこんにゃく、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いな、ためになるなっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば喜びます。では、じゃあね。